you go. 強く変われ宇宙にガンガン突き進め、ファイトランスフォーマー、やるしゃらにやればいい。太陽の勇気で飛び込め、心と心つなげば新しい力感じるだろう。君がいれば夢はきっと叶う。笑顔が一つになる未来が始まる。叫べよ GO! 強く変われ宇宙にガンガン突き進め、ファイトランスフォーマー、ゴーファイト。突然セイバートロン星から親父が戻ってきた。地球防衛のために我々が取るべき作戦、それはエネルゴンタワーの建造作戦です。親父の打ち上げたエネルゴンタワーの建造計画は急を要する最重要プロジェクトとなり、連邦政府も全面的に協力することになった。武装シティの次はエネルゴンタワーか。俺には絶対思いつかねえぜ。リストにあった資材は今日中に全て届くはずです。君が政府の堅物連中を説得してくれたおかげだよ。ユニクロンの存在が明らかになった今、トランスフォーマーだけの戦いではありませんから。そうか、君もユニクロンの恐ろしさを知ってる一人だったね。ラッド君から話は聞いてる。忘れたくても決して忘れられません。本当に資材の提供だけでよろしいんですか？もっと人手があった方がそれだけ早く。いや、新たに作るわけではなく、もともとあった可動式の塔をタワーに転用するんだ。それが一番早い。世の中早い方が歓迎される。それだとどのくらいでできるんですか？彼らの優れた科学力があれば、まあ1週間だろう。そんなに早く。タワーというより伸縮式の巨大なアンテナだ。ラジオなんかについてるあれだよ、あれ。それを聞いて安心しました。人間の尺度で考えていたもので何ヶ月もかかると思っていました。そうのんびりできないよ。敵はいつ襲ってくるかわからないからね。完成するまで休んでてほしいですね。なるほど、それはいい。君から頼んでおいてくれ。ねえパパ、今度はいつまでこっちにいるの？さあ、いつまでかしらね。兄貴のやつ、パパとうまくやってるかしら。さあ、どうかしらね。おい、ジュニア、いないのか？留守か。あれじゃ、敵が来たら丸見えだぜ。心配するな。資材を運び込んだらすぐに塞ぐ。おお、いたいた。やっぱりここだったか、ジュニア。呼んでますよ、お父さん。ここにはジュニアなんていないって伝えてくれ。伝えなくても聞こえてると思います。どうだ、久しぶりにランチでも一緒に。
ミーシャ、君も付き合ってくれ。ごめんなさい、私たち済ませたばかりなんです。そうか、もう済ませたのか。それならコーヒーだけでも付き合わんかね。私これからジャングルシティへ出かけるんです。その準備があるので。それは残念だ。ジュニア、お前はどうだ。好きなものはごちそうしてやるぞ。その呼び方やめろって言ったろ。俺もミーシャと一緒に出かける。ランチもコーヒーも一人でやってくれ。行こう、ミーシャ。あ、おい待て、キッカ。パパ、おかえりなさい。おお、サリー。戦う相手もいねえし、つまんねえとこだぜ。だがここにはエネルゴンがある。そう慌てるな、サンドストーム。準備が整い次第すぐ戦わしてやる。それでこそガルバタロン様。これだけ集まれば新たな移動要塞を作れるだろう。よし、引き上げるぞ。何事もなかったか。うん、我がユニクロンよ、新たな移動要塞を生み出すのだ。お前たちの新しいネグラだ。敵ですかい。奴らと同じ剣など使えるか。あ、もったいねえこと。それに勝る新たな剣を作るのだ。素晴らしい威力、これこそがわしにふさわしい剣。準備は整った。アイアンハイド、グランドコンボイがいるのはお前の古巣だったな。はあ、多分そうだと思いますが。歯切れが悪いな。ああ、いえ、よく他のところへも出かけていたもので。まあいい、わしはコンボイを始末する。お前たちは基地を破壊するのだ。よし、出撃だ。全員で行っちゃうのか。誰も残らんぞ。エネルゴンを手に入れる絶好のチャンスだ。チャンスだ、チャンス。行け、テラーコン。どうして急に来ることにしたんですか。さあな。お父さんのこと？親父なんか関係ねえよ。俺はただ敵が襲ってくるから戦っているだけさ。来やがった。各シティに次ぐ
敵のワープ反応を感知した。直ちに臨戦態勢に入れ。エネルゴンタワーの存在を敵に察知されるな。司令官、敵のターゲットはこのオーシャンシティです、うん、ロドバスター、非戦闘員をシェルターへ誘導しろ。了解しました。そのまま全員聞け。何があってもエネルゴンタワーを守るんだ。いいな。了解。直ちに出撃だ。おう。アホイアホイ、強い強い。グランドコンボ、スーパーモード、グランドクロス、ファイヤーワン、ジャイロス、ギガーセリー、サルマリン4、グランドコンボ、スーパーモード。来たぞ。撃ち落とせ。くらえ、コンボイ。貴様がこの剣の最初の獲物だ。シーガン、貴様らは俺様たちが相手だ。アイアンハイド。このウルフェドライフやろ。クラエスタムミサイル追い詰める。ほら、アイアンハイド、何をしている。フルスの奴らにお前の勇姿を見せてやれ。ガルバトロズ様、忘れたか。お前はわしの忠実な部下だったはず。そうだ、俺はガルバトロン様の忠実な部下。うわ、覚悟しろ未熟者め。このデストロンめ。そうだ、それでいい。行くぞ、グランドコンボイ。ドキーダンソン。やばい、ロドバスター、やつを行かせるな。おりゃ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 、トゥーレスター、トランスフォーマースーパーリンク、まだまだ続くぞ。エアグライドです。ブラストアームです。トランスフォーマースーパーリンク。こんなところにじっとしているわけにはいかない。ダメよパパ。サリー、サリー待ちなさい。行かせるか。くそ。パパ、キカ、キカ、キカ、聞こえるか。聞こえたら応答しろ。キッカー、オーシャンシティには親父がいるさ。お兄ちゃん大変よ。パパが、パパが大怪我したの。すぐ戻ってきて。親父が、まずい。トランスフォーム、逃がすか。待ってた。そうはさせん。ならてめえを血祭りにしてやる。それは貴様の方だ。どりゃ、トゥーレスター、それ以上行かせるか。面白い相手になってやる。トランスフォーム、さあそれやろうが。ホットショット、インフェルノ上になれ。了解だ。インフェル
スーパーリンクリーフェルを。そうだったぞ、アイアンハイド。なんとでも言え。もともと俺はガルバトロン様の忠実な部下。もらった。行け、ファイヤーウォン。これだけは覚えておけ。何があろうとユニクロンの復活だけはささん。遅いわ。ユニクロン復活は着々と進んでいる。何？エネルゴンじゃ。これでユニクロンの再生ができるぞ。これがエネルゴンか。全てのエネルゴンを再生に回すのだ。Ooh!
け！溺れてろ、サイバトラン様！一体どうなってるんですか？俺たちは何ともない。まさかこれがエネルゴンの偉大なパワー。どうだ、思い知ったか。お、親父？パパー、サリー、怪我したんじゃないのかよ。サリー、いい加減にしろよな。だってああでも言わないと兄貴戻ってこないと思ったんだもん。まあいいじゃないか、おかげでみんな助かった。でもさ、やっぱりパパのこと心配だったんだ。俺はエネルゴンタワーが心配だったんだよ。ま、簡単に言うとエネルゴンを利用した衝撃波の一種だ。あくまでもテスト段階で、まだ完成したわけじゃない。テスト段階であの威力ならかなり期待できそうですね。ま、そういうことだ。一体何が起こったのかわからなかった。ああ、奴らもさぞかし驚いただろう。当然だ、俺たちがこんなに驚いてるんだからな。エネルゴンタワーの存在を知ったからには、奴らも何らかの手を考えるはずだ。できればその前に叩きたい。くそ、コンボイめ、あんなもの作りよって。そろそろだ。そろそろだ。そろそろ、そろそろよ。そろ、世界を超えて昨日今日と明日へ未来へ、目を閉じて見てる夢、目を開けてもきっと待ってる。かつてセイバートロン星を離れ未知の宇宙へ旅立った伝説のトランスフォーマー。ホットショットが憧れてんだってさ、ルンルン。そいつはどこにいるんだ。宇宙は狭い、そのうち会える。次回トランスフォーマースーパーリンク。ちっぽけな宇宙、またまたすごいことになっちゃうかも。